はみんなに新しいクラスメートを紹介します。白鷺由美子です。よろしくお願いします。白鷺さんは札幌の友愛高校から転校してきました。村木兼人です。高井勉です。おはよう。それと近藤博之君と高見沢京子さんがしばらく病欠になってます。それからおはよう中島君。それじゃ白鷺さん頑張ってね。は、はい。起立。礼。小原先生、今日の放課後予定通りおいでいただけますね。ええ、コンピューター室ね。ねえ、中島君って言ってたよね。どっかで会ったことあるよね。札幌にいた？いや、ちっちゃい頃奈良に住んでなかった？あ、私今日転校してきた。由美子。やっぱし。ねえ、どこで一緒だったっけ？え？転校生へ忠告するけど、あまり僕と関わらない方がいい。学校に転校しちゃったな。特にあの中島ってやつ。でもどっかであったな。ああ、すっきりしない。ん？小原先生。月と火星がオポジットに、太陽と冥王星がオポジットに、天球にはグランドクロスが一つ。これ以上の日はない。早速始めましょう、小原先生。さあ、間もなく降臨します。もっと気分を楽にしてください。心配ありませんよ、先生。先生ならきっとロキも満足するはずです。電子獣ケルベロスよ、聖なる儀式を守りたまえ。準備はできました。呼吸を整えてください。精神を集中してアティルト界から呼び寄せるのです。白鷺由美子だったよな。先生に何したのよ、あなた。見なよ。コンピューターグラフィック。名前はロキ。ロキ？信じられないだろうが悪魔なんだよ、本物のね。まさかそのまさかさ、先生は悪魔とお楽しみの最中なのさ。そんな心配はない。ロキのような大悪魔になると学校のコンピュータ程度じゃまず実体化させるのは不可能。つまり全てはロキの作り出したイメージの世界での出来事。儀式は終わった。さあ、君も帰ってくれ。おやはりロキを実体化させるようなデータ処理はしてない。どうしたロキ？剣能？次の生贄かロキ。え？あ、いやただ嫌な予感が。悪魔の実体化。もしそうなったら。どっかで会ったことあるよね。そんな。気が重いよ。お前中島明美って知らない？それに悪魔の儀式だって。はあね、何、今日だって？なぜそんなに急ぐんだ、ロキ。だがあ、それはあっ、なんだよ近藤君。いい度胸だな、中島。え？うわっ！あけみ、大丈夫か？なんで？どうしたんだ？生みてえな面しやがって。京子にキスするんだ。覚悟の上なんだろうな。あっ、くらえ近藤君、そのくらいで許してあげたら？お許しが出たぜ。わかった。起立。礼。今日の古文はコンピューター学習室で授業を行います。さあ、みんな急いで。コンピューター学習室で？白鷺さん、行きましょう。さあ、早く。痛い痛いわ、加納さん。今日は君が主役だ。いやよ、私はあなたの命令なんて聞かないわ。なんであなたたちは中島君の言いなりになってるの？悪魔なんているはず。もう後へは戻れない。生贄の準備だ。どうした？全てお前が望んだことだ。中島、何をしている。殺せ。中島、いたずらはやめるんだ。中島、どうか何をする。中島、やめるんだ。なんだよ、てめえら。邪魔なだけだ。おばら、貴様。やめろ、やめるんだロキ。あなたは前世でそう呼ばれています。前世で神話世界のイザナミ。この闇の向こうにまばゆい世界が広がっています。二人で力を合わせて飛ぶのです。二人で。そうです。中島健と共に光の中へ飛ぶのです。中島君とこんな目に合わせた。中島君と。そうです。あなたならできます。必ず。そんな。あなたが逃げなければ、そして中島が逃げなければ、目を開けてよく見るのです。一緒に飛ぶのです。君、下がれ悪魔。さ、飛ぶのよ。白鷺、大丈夫か？私はもうすぐ死にます。え？私たちを救ってくれたイザナミが告げたの。イザナミ？中島君、私の屍をイザナミの墓に連れてってほしいの。え？遠くに見える小高い丘、あれがイザナミの墓。私はそこでよみがえれる。もうしゃべるな白鷺、大丈夫だ、死にやしない。お願い中島君、もう一度、もう一度生きて。白鷺、イザナミ、許せ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 イザナミ。情報の分析は終わったか？はい、桜井市の第三銀行がよろしいかと。急いで転移だ。第三銀行のオンラインに直結します。石舞台。ここはアスカ。学校からテレポートした。斉藤建設さん、あれ故障かな。何こ闇の向こうにあなたと白鷺由美子のまばゆい世界が広がっています。さあ、二人で闇を突き抜けるのです。二人で闇を突き抜けるのです。二人で闇を突き抜けるのです。あっエルベドス。ロキ。どけ悪魔。食材のつもりか。ケルベロス。ではないのですか。セット、エジプトの悪神。